皆さんどうもこんにちは、岡本です。今回は久しぶりに、自宅のスタジオから、この動画をお送りしています。今回の動画は皆さんここに映っている動画ご覧になりましたでしょうか。鹿児島で、活躍されているプロサイクリングチームのシエルブルーカノヤさんの PR 動画を制作させていただきました。関係者の皆さん誠にありがとうございます。皆さんのご協力のもと、とても素晴らしい動画に仕上がったと思います。出陣じゃ。自分自身もこの、制作に関われてとても良かったと思うところでございます。今回の動画ではですね、今回この動画、ワンオペレーションで制作したものになっております。で、その制作過程で、いろいろありましたので、その部分を皆さんにシェアできたらなと思うところでございます。では今回の動画スタート。では早速ですけど、今回の動画ワンオペレーションということで、まずクライアントさんと、どういう動画の、イメージを作りたいのかというすり合わせを かなり密に取った、制作になりました。そのイメージをお互いにすり合わせするために、今回絵コンテというものを、作成してクライアントと共有した後、それを動画コンテという形で音楽とカット割りも決めたものを、クライアントさんと共有して動画制作に当たりました。でもうその時点でクライアントさんもどういう動画の仕上がりになるかというイメージもできていたので、撮影の後、こういうショットが欲しかったなとか、こういうショットはいらなかったなとかがないように、効率よく撮影現場が回るように今回、工夫した制作現場となりました。で、動画コンテを作る前にですね、クライアントに、どういう動画のイメージが、あるのかということで確認して使ってたのが、ミラノートという、ウェブサイトになります。ミラノートはですね、直感的に、イメージを、相手に伝えるためにはとてもベストなツールだと思いますので、使ったことない方いましたら、無料でまず使えますので、ぜひとも使ってみてください。クライアントとか、あとチームで制作するときの情報共有としてもとても使える、サイトだと思いますので、ぜひ知らない方はチェックしてみてください。今回撮影は2日間行いました。まず1日目は、選手たちの練習に、同行して、撮影を行いました。で、2日目が、鹿児島県の薩摩川内市にある甲冑工房丸武さんのご協力のもと、甲冑を、選手たちに着てもらい撮影をするという流れでした。で、その間の機材としては今回とてもシンプルに、しました。まずカメラとしては、こちらにあるニコンの Z7II に、レンズは2本、2470 の F2.8 透視のレンズと、70-200 の F2.8 透視のレンズ、この2本だけで今回の撮影を挑みました。この2本でとりあえず僕の制作する動画ではこと足りてるのかなと思うところで、まあ、実際今回の動画も全てこの2本で、撮り切りました。あと撮影で注意した点としてはですね、交番表というものを今回作っていました。で、スタッフさん、選手の皆さんと、次は何の撮影が始まるんだろうというのが分かるように、情報共有として交番表を作っていました。まあ、結果としてはとても、役に立って撮影もスムーズに終わり、予定より2時間早く、終わった形になりましたね。いや、
次の現場でも交番費を作れるんだったら作って撮影もしたいなと思うところでした。3つ目に編集ベースでの話になってくるんですけど、実際この作品、撮影終わった当日、帰宅する前にはもうほぼ動画は完成している形でした。なので実際撮影したデータをもう PC に取り込んで、クライアントさんにももうイメージ通りできてるかということで確認ももらえる状況まで、今回制作できてたので、今後もこういう余裕があったらですね、動画のシーケンスにもう動画コンテの上に今回撮った素材を重ねるっていう形ですぐクライアントと、動画のイメージを意思疎通ができる形にしとけば、編集の修正の回数も減るのではないかなと思うところでした。皆さん、今回の動画どうでしたでしょうか？少しでも参考になったと思う方はいいねボタンと、ぜひともコメント欄にも何か質問等ありましたら、記入の方お願いいたします。あとチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。このチャンネルでは今後もこういう動画制作に関係する情報発信などもしていきます。もちろんこういう作品を載せたり、ブログなども撮ったりと、カメラ好き、映像制作好きの方にはとても楽しんでいけるようなチャンネルにはしていきたいと思ってますので、ぜひとも今後ともチェックの方をよろしくお願いいたします。では今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で。